食後高血糖。そしてもう一つ重要な血糖の管理としては、食後の急激な高血糖をきちんと管理するということが、動脈硬化疾患を予防する上では大事ではないかと思います。糖尿病の患者さんは食前の血糖値も上がりますが、食後さらに急激な高血糖を起こしてきます。この食後高血糖が様々なホルモンとか血中のタンパク質の糖化、接着分子というような特殊な物質の発現をきたして、そして血管の内皮細胞の変化をきたし、血管の通りが悪くなり、動脈硬化の促進につながって、動脈硬化性の血管の蓋をしてしまうような気助が起こってくる。このような気助より食後高血糖が非常に悪いということが昨今言われています。これは多くの大規模研究、例えばホノルルハートプログラムという血糖値レベルと全脂肪および冠動脈疾患との関連を見ても、血糖が高くなるとこの全死亡率並びに狭心症、心筋梗塞の率が非常に高くなることも言われています。ですから空腹時の血糖値だけではなくて、食後1時間から2時間の高血糖をできるだけ正常化するように血糖を管理することが大事であるということは否めないと思います。さらに付け加えれば、糖尿病患者さんの心筋梗塞は糖尿病のない人の約4倍から6倍と多く、心臓病のリスクの高い人、高血圧を合併している人、コレステロールとか中性脂肪が高い人、善玉コレステロール、HDL の低い人、肥満の人、身内に心筋梗塞、狭心症のある人は、はるかに糖尿病と合わせて狭心症、心筋梗塞を起こしてくる頻度が高く、食後血糖値をできるだけ正常化すべく合わせて注意をしなければいけないですし、自己管理しなければいけない。そして肥満のある方はできるだけ肥満を是正して標準体重以下にする。そのことが心臓への負担を軽減することに役立っています。重要な点を繰り返せば、糖尿病患者さんのコントロールには血糖を良くするだけでなく、血圧の管理、コレステロールの管理、そして体重の管理をきちんと行わなければなりません。糖尿病の心筋梗塞は自覚症状がなくて起こす場合もありますし、数多くの血管が詰まってくるようなケースもありますので、その点も医師と相談の上十分注意していかなければなりません。糖尿病のある人は自覚症状がなくても定期的な心臓の検査を考えましょう。そしてもう一つ、脳の血管障害、いわゆる脳梗塞の場合も同じで、小さな脳梗塞が多発する傾向にありますので、心臓の場合と同じように血圧、コレステロール、中性脂肪低下のほか、善玉コレステロール、HDL コレステロールを上げる、そして肥満を是正する
そしてさらに脱水などに気をつけて、できるだけ全身的な管理をしていかないと、脳梗塞から死亡に至るというケースが出てくると言われていますので、十分管理する必要があると思います。軽い脳症状があったら必ず脳の検査を行う一方、症状がなくても一定年齢以上では脳の検査を進めます。